大ゲコウは、コウのトリメコウのトリカに分類される鳥類。インド、カンボジアタイ、ネパール、バングラデシュ、ベトナム、ミャンマー、ラオス南部全長145から150センチメートル。体重5から8キログラム。翼海腸260から290センチメートル。頭部から頸部にかけて羽毛がなく、暗積色,色の皮膚が露出する。背の羽衣は黒、胸部や、 腹部の歯衣は白い。頸部基部は、襟巻き状の白い羽毛で覆われる。右腹の色彩は黒く、風切り派の色彩は脳灰色。口彩は白い。くちばしは、黄色や淡褐色、薄灰色。喉や、頸部の下には、袋状の皮膚が垂れ下がる。これは熱を発散させたり、求愛の時に役立つと考えられている。講師は、暗赤色や薄灰褐色。 非繁殖期には干潟、マングローブ林、繁乱林、草原などに生息する。繁殖期には、故障、湿原、繁乱林などに生息する。植生は、動物食で、動物の死骸、魚類、両生類、爬虫類、鳥類,類、小型哺乳類、昆虫、甲殻類などを食べる。繁殖形態は卵生。オスは上を見上げながら、くちばしを打ちなら示すに求愛する。 集団繁殖地を形成する。1翌一1月に森林内にある地上から12から23メートルの高さにある大木の木の上に木の枝を組み合わせた巣を作り2から4個の卵を産む。市街地の周辺ではゴミ捨て場や土砂場などでゴミや動物の死骸を漁ることもある。栄像地では本種が発する騒音薬剤から嫌動どうされることもある。開発による 生息地の破壊、水質汚染などにより生息数は激減している。1990年代における生息数はインドで126ペアと批判殖個体が455は以上、カンボジアで100倍以下の計800倍以下と推定されている。ありがとうございます。